ページ内のレイアウト作成、HTML の組み方、画像加工方法などについて説明をします。では、まずこちらのページを例に説明をします。左が Before、右が After です。左側はお客さんが頑張って書いたページ、頑張ってコーディングをした状態で、これを写真を入れたり、ちょっとレイアウトを変えたり、時計を出すために、こんな風にしてみました。ちょっとスクロールしていきます。 写真がこう入っていたりえと3番の項目だとここの部分かなここかえとちょっとこう目次設計えとこういうふうにちょっとレイアウトがこういうふうにされてたりという感じですね両組みが続いてこのテーマに沿ったような写真が入っている。 またちょっと見づらかった項目があったので、こんな風に横並びにしてたりとかという感じですね。パッと見の印象かなりこれで違うと思います。特にこのヘッダーの写真とかね、こういうのをちょっと意識して作ってもらえればと思います。では、えー、どういう風に組んでいったかというのを簡単に説明します。まずは、えっ、ー、と、街頭のページ開きます。これです。今の HTML。こんな風になってます。 でちょっとね、そもそも、えっ、ー、と、HTML お客さんが組んだものに間違いがあったので、まずはこれを正しく直しました。コーディングの修正。こういうあの不要なタグなどがあったので。で、えっ、ー、と、実際に直してどうなったかっていうのを見せると、これが修正したタグになります。で、直したところをちょっとポイントで説明をしていきます。まずは冒頭部分。冒頭部分に画像を入れたので、 画像を先頭に入れるだけで印象かなり変わるので、その作業をちょっとやってもらて、やってみたいと思います。この部分ね。これです。えっ、ー、と、まず、フォトショップでこれはまあ作るんだけれども、えっ、ー、と、クライアント、お客さんのフォルダーの中に大抵こういうふうにインナーヘッダーみたいな、えー、と画像入ってます、こういうふうに。 でこれもすでに、えー、と作ってあるフォルダーなんだけど、これ、これだね。30坪がきとその価格費用相場っていう、このページのテーマの文字を入れた、こういう画像にしました。で、これは、えー、とどこにあるかというと、えー、素材集というフォルダーのピクスタ。ピクスタって有料のサ有料の、えー、と写真素材集のサイト。ここにある写真をこうまとめてドバーッとこういうふうに買ってあるので、こっかららしき画像を引っ張ってきて、えー、入れたっていう感じです。 外壁塗装っぽい写真と、えっ、ー、と、まあ、あと、こんな文字を入れたいなと思ったんで、ちょっとスペースがある写真を見つけて、こういうふうに入れました。で、えっ、ー、と、このページは、後々、今ね、この、ここの30坪っていうやつなんだけど、40坪、50坪など,などのページもこれから作っていこうと思ってるので、えー、その際には、先ほどの40坪という文字だけを書き換えてしまおうと思ってます。それで全部使えるようにね、というふうに考えてます。 でまずはこの画像を作成しました。で、次に人気を出すために、この社長さんのメッセージを追加しました。で、これ、レイアウトしたり、画像を加工したり、デザインするところまではやらなくて OK です。えっ、ー、と、こういったページ全体、どのサイトでも共通で言えるんだけど、こういうものを追加したりとか、写真をこういうふうに追加したい、ちょっとこう横並びにしたいなっていうときは、まずはサイトの全体、ちょっと見てください。どんなふうなレイアウトがあって、 あこの部分ちょっと使えそうだなっていうのがあったらそれを真似するコピーするという感じです。なのでこのページねえっ、ー、と今見てる、えー、埼玉県の小川町のページエリア関東埼玉小川っていうページなので、えー、このページをちょっと見に行きますチプロそのエリア関東埼玉、えー、小川というページ見に行くとここに この,このタグね、があるので、これをコピーして、ページの該当箇所に、こんなね、ベタッと貼り付けてください。で、えー、とこの時はちょっと文章も少し書き換えました。えー、と先ほどのこのページは小川町についてちょっと書いてあるので、えー、この実際のページのテーマに沿った外壁塗装30坪に関してのものになるように少しだけ書き換えてます。 はい。では次いきます。次、ここに画像を入れてるんだけど、これもページの、えー、サイト内、いろいろこう見て、あ、これ使えそうだな、みたいなのがあったら引っ張ってくる。要するにこれを使ってます。画像もそのまま同じもので、えっ、ー、と、ページのタグの使い方も同じ。で、ここの順番ね、1、2、3、4、5ってなってる、ここも同じものを使ってます。タグを見つけて引っ張ってくる。新しく見るとね、ちょっとスタイルシートの知識も必要になってくるので、 そこまでやらなくていい場合のやり方です、これは。About の中の Paint.html、えー。この箇所の建物を守ることっていう箇所を見ると、この上にセクション、セクション、セクションたってこれを DivPaint0Container って囲ったりしているので、まあ、こういうのを見ながら真似をして書いていくという形になります。はい、では続き。 はい、あとはここに写真を入れてます。で、えーと、ページ内に文字ばかりになってしまうと、やっぱりすごい読みづらさが出てしまうので、もう一回ちょっとビフォーアフターで見てみると、はい、これが今見てるのが、えっ、ー、と、ビフォーですね。写真などを挿入する前。ちょっとやっぱり文字だけでこう、ちょっと退屈になってしまったり、読みづらさが出てくるので、 えっと、ポイントとしては、セクション、大きなセクションの括りで1個画像を入れるみたいなのを1個の目安にしてもらえればと思います。必ずしもそうしなくてはいけないというわけではないんだけど、例えばこの目次で見ると、1番目、2番目、3番目、4番目、5番目、6番目、7番目と、H2 がここにあります。H2、H2、H2 と。このセクションごとに画像を入れていくっていうのも一つの目安なのかもしれません。ただ、今回このページに関しても全部に入れたわけではないので、 えっと、この H2 の、この3番目の H2 に1個入れて、4番目の H2 にも1個入れて、で5番目の H2 はちょっとくどくなるかなと思ったんで外しました。で、6番目の H2 に画像を入れて、7番目の H2 にもこう画像を入れてるっていう感じです。で、この画像サイズに関しては横幅はね、もうマストで同じ、あのー、このサイト、他のページと同じになるんだけど、縦幅はちょっと変更しても OK です。ただ、スマホサイトのことも考えたサイズにしてください。 で、あとは、えっ、ー、と、こういうところだね。これもちょっと横並びにしたりしてんだけど、こういうのも他のページを見て、えー、とソースを引っ張ってくる。他のページを見て、えー、例えばさっきの小川町のページだったり、塗ソ装ソのページなどを見て、あ、こういうタグ使ってんだなっていうのを見た上で、それをコピーしてやり方を真似して作ってください。スタイルシートは大きく変更する必要はないです。スタイルシートを作ると、 パソコン、タブレット、スマートフォンなどいろいろ調整が必要になってちょっと煩雑になってしまうので基本的にはサイト内にあるスタイルシートを使って作るというのを意識してください。以上です。